スキージャンプペア FIJ ワールドカップ最終戦、ここドイツアルプス山脈のふもとオーベルストドルフはすでに観客のあふれんばかりの熱気で包まれております。総合優勝のかかった今日の最終戦、キングオブペアジャンパーの座をかけた熾烈な争いの模様を実況茂木純一、そして解説浜口拓也でお届けします。現在総合ランクトップはジェフ・イエークリーとタイラー・アーサーズ、2位カウリスマキ兄弟、3位ビドヘルツル・ホッケ組、そして注目の日本は4位原田・大石ペアにとっては本日の最終戦での優勝が総合優勝のための絶対条件。日本念願の逆転優勝なるのか、それともアメリカが2連覇を成し遂げるのか、全ては今日のジャンプにかかっています。さあ間もなく競技後半戦、残すところあと10チームです。さあ自由の国フランスからニコラス・サロモンとジャンピエール・デスム、ジャンプ界一グルメな2人、動物系の技に定評があります。どんなアニマルマークを見せてくるのか楽しみです。テイクオフ、ツインブイ、首が違います。ハトだ、ハト、ハト、ハトポッポ、着地、会長の嫌いなハトがモチーフ、豆をよこせとでも言いたげです。いかがでしょう。ハトはベランダにたくさんいます。リプレイです。いやしくも控えめながら羽ばたいている、首の運動、そしてムネムネとしたハト胸、得点、ハトポッポ、豆が欲しいか、でもやんない。平和の象徴なんですけどね、ハト&ピース。さあ眠れる獅子の登場です。中国リ・ユンフェイとワン・シンシン、リは北京ダックのブリーダー、ワンはそのダックの毛をむしる人、リは30代には見えませんが70近いんじゃないですか。さあテイクオフ、なんだこれは。年寄りが風に吹かれてますよ。年寄りの冷や水、エビチリ、着地、経点をわずかに超えました。呼吸を合わせてゆっくりと阿波踊り、茹でたカニみたいですね。リプレイ、抜き足、差し足、忍び足、泥棒コントですか。太極拳に似ている。まさか。ここで得点2位につけました。得点高いですよ。中国4000年の神秘です。リ・ユンフェイとワン・シンシンのペア、北京ダックは放し飼い。さあミスターエクササイズ、ヒロシ・エイドリアンとアンディ・トーマスのワンツー、ジェフ&タイラーとはもはや決別、ライバルは自分自身と語ります。アメリカンドリーム、アプローチ、エクササイズ系の技が得意です。知ってます。テイクオフ、寝そべった、ワンツー、ウェルカムトゥーマイエクササイズルーズ、着地、手に入れろ憧れの股関節、ワンツワンツワンツ、品の悪い民芸品のようだ。しかし一見無駄に見えるこの足の運動ですが、よく見ると無駄です、民芸品です。しまった、やっぱり無駄だった。得点3位、コンコンカンカン股関節、生乾きのレオタードはピクルスの匂い。続いても新鋭、オランダアムステルダムジャンキー、ペーター・ファンデン・ホーヘンバンドとアイアン・ファンデル・メイデン、名前も長いが背も高い、190センチ台のペア、長身を生かしてきますよ。テイクオフ、持ち上がった、オランダ風車、風をはらんできしんでいる、着地満点、太いトルク、ゆっくり回すのが難しいんです。手を使わずにホールド、ピボットの部分が痛く気になります。リプレイ、堂々と、しかしギリギリと何かが破れるような音がしました。浜口さん、これはどうやって支えてるんでしょうか。信頼関係です。得点、ここでトップに躍り出たオランダ、ペーター・ファンデン・ホーヘンバンドとアイアン・ファンデル・メイデンのジャンプ。さあ注目です。彼らが戻ってまいりました。あの永久追放事件からついに復活、リチャード・カーンとリチャード・系アンガーのペア、あれから反省してすっかり丸くなったようですよ。さあどんなジャンプで復活を飾ってくれるのか、アプローチ、テイクオフ、オーベイビー、またやった、やっちまった、オーベイビー、着地、パパキッシュ、懲りてない、懲りてない、全く懲りてない、全く反省してませんね。もう一丁シェイク、シャンテに描く黄色いシュプール、質量ともに申し分ありません。厳しい映像、浜口さんは18歳以上ですか。イエス。得点は出ない、失格、当然です。キラキラして綺麗でしたけどね。
降り注いだのはカナディアンビザール。またいつかお会いしましょう。ここでトンボを持った係員が一斉に入ってまいりました。先ほどの大変見苦しいジャンプの処理のため一旦コース整備に入るようです。先ほどのオーベイビー、実況席にも金色のダイヤモンドダストが降り注いでまいりましたが、いや目に入りました。結構なことです。もうしばらく時間がかかるようです。しばらくお待ちください。